しょです。うしです。さあ今回はガチのところにやってきました。今まで行ってきた中で一番やばいんじゃないかという場所です。タバルサカオかの有名な西郷隆盛率いる鹿児島士族が起こした日本国最大の内乱、西南戦争の最大の激戦地、熊本城を目指す官軍が大砲を運べる唯一のルートだったため、蛇行した。この坂に多くの薩軍が潜伏し、一の坂、二の坂、三の坂と、そこを越えようとする官軍を迎え撃ち、実に一日32万発の銃弾が飛び交った。激戦は実に17日間、昼夜続き、降り続く雨の中、タバル坂は、文字通り、血の海と化したと言われている。とりあえず行きましょうか。詳しくは分かりませんけど、美少年像ですかね。お、びっくりした。木の根元、猫がある。お、本当だ。さあ、現在地とかいろいろ書いてあります、ね、あ、戦略図、これ戦いのあれが、あー、なるほど、そしたら最近のお助けアイテムバケタンやってみたいと思います。黄色、黄色はどういうこと？ちょっと、注意してくださいです。はずですね。はい、これですね、こちらが慰霊碑になりますね。それではもう一回こちらの慰霊碑のところでバケタンしたいと思います。黄色かな、うん、
まあ、注意ってことですね。はい、そしたら先ほどの田原坂公園からですね、こちらの七本官軍墓地の方にやってきました。さあ、それでは行ってみたいと思います。なんとも言えないですね。ここが入り口ですかね。失礼します。うわ、全部お墓ですね。すごい数ですね、ここにあるだけでも。でもこれでもその一部の人たちってことですよね。そうでしょうね。でバケタンやってみたいと思います、うん、じゃあ行きます、うん、ここも黄色です、うん、はい、注意ですね。で一回迷ったよね。迷った、ちょっと動きが怪しかった、うん、いやすごい、うん、本当バカでしょ。なんか今パシンってパシンって鳴りましたよ。なんか屋根に落ちたんだよね。なんか落ちたよね、うん、はい、ということで今回は田原坂公園と七本官軍墓地にやってきました。ネットとかで聞いてるほど怖いっていう感じはなかったんですけど、もしかしたらこの撮影してる映像の中に何か入ってるかもしれないし、ということでちゃんとお祓いをして、帰りたいと思います。今回の動画はここまでです。俺たちにかかってこい。